クリス・エーモン、クリストファー・アーサー・エーモン、クリストファー・アーサー・アーモン、ウベ1943年7月20日から2016年8月3日は、ニュージーランドの元レーシングドライバー、1966年ルマン24時間レース、優勝者。一般に、クリス・エーモン、クリス・アーモンとして知られる、ブルース・マクラーレン、デニス・ハルムと共に、広く、名を知られた。 ニュージーランド人レーサー。1966年のルマン24時間レース、優勝もマクラーレンと組んでのものだった。会1では、当時最年少記録で、デビュー、未来のチャンピオン候補とまで呼ばれたにもかかわらず、会1グランプリでの勝利を挙げることはできなかった。非選手権レースでは優勝経験がある。ポールポジション、PP、5回、リーダーラップ。 トップ走行での周回数183周は、いずれも下位一未勝利ドライバー最多であり、勝てそうで、勝てなかったドライバーの筆頭とも称され、後に最強の未勝利ドライバーとも呼ばれた。低迷期のフェラーリを支えたドライバーでもあり、当時のフェラーリのエンジニアであったマグロ・フォルギエリは、自分が一緒に仕事をしたドライバーの中では、ーモンが一番速かったと評している。 ブルズの農家に生まれ、13歳より国内を中心にレース活動を開始。一定の活躍後、ローラのプライベーター仕様だったレッグ・パーネルチームより誘いがかかり、1963年に会一デビュー。まだ19歳であり、当時の最年少記録として話題となったが、マシンの戦闘力は高いとは言えず入賞なしに終わる。 1963年第9戦、メキシコグランプリより、ロータスのプライベーター仕様である、レックパーネルに移籍。翌1964年、第2戦オランダグランプリで5位に入り、初入賞を記録。しかし、以後は苦戦を強いられ、同年の入賞は1回となった。1965年1966年には、チームを転々。 1966年のルマン24時間レースでは優勝を果たすも、第一ではそれぞれ参戦2戦のみの参戦に止まり、入賞もできなかった。前年のルマン優勝などを評価され、1967年にフェラーリのワークスチームに移籍。ここで一気に才能を花開かせることとなる。フェラーリチームとしての初戦となった第2戦。 モナコグランプリでは予選14位から追い上げ3位入賞。シーズン当初はセカンドドライバー、エースはバンディーニの一人であったが、バンディーニの死によってチームの期待を一心に担うこととなり、その期待に応えるように連続入賞を重ねた。最終的には4度の3位表彰台を含む6度の入賞でランキング4位。次世代のチャンピオン候補との評価を得た。 1968年には、第2戦スペイングランプリで、初の PP を獲得。スタートで後退した後、16周目に首位に返り咲くが、残り20周余りとなった58周目に、燃料ポンプのトラブルでリタイア。第3戦モナコグランプリを欠場後、第4戦ベルギーグランプリ、第5戦オランダグランプリと連続 PP を獲得、再び才能の片鱗を見せた。 しかし、ベルギーグランプリでは2周目、イコージョンサーティースに主を奪われ、8周目にはラジエターのトラブルでリタイア。オランダグランプリでは、1周もリーダーラップを記録しない、まま5位に終わっている。その後も、予選では2位3位などの好位置につけるが、決勝ではリタイアなどで結果を出せず、勝利に手が届かないレースが続いた。第7戦イギリスグランプリでは、 予選3位から中盤より、上司フェールの背後でレースを展開したが、そのまま抜けずにでチェッカーを受けている。予選では前年以上に飛躍したものの、決勝では2位4位6位、各1回の3度の入賞に止まり、ランキングも10位に止まる。この年新たに加入したジャッキー X が、安定した走りで1勝を挙げたのに対し、速さでは同等、もしくは、それを上回る場面を見せながら、 対照的な成績しか残せなかった。1969年もフェラーリから参戦。この時期フェラーリは資金難であり、1969年はエーモン1台のみのエントリーであった。第2戦スペイングランプリではヨッヘンリンとのリタイア後に首位に立ち、2位のジャッキー・スチュワートを約40秒突き放し独走。しかし残り24周となった57周目。 エンジンが壊れストップ、またも初優勝はお預けとなった。この年は、フェラーリ V 型12気筒エンジンの信頼性が低く、6000中5000リタイアという成績であった。ランキングは3位1回による4ポイントで、最終的に12位と、さらに低迷した。チームは1970年から、新しい水平対抗12気筒エンジンで臨むことになっていたが、 エーモンはこれ以上フェラーリチームに残ることを選ばず、フェラーリを狩るのはこの年で最後となった。またこの年はタスマンチャンピオンシップ V6 タスマンディーノに参戦し、4勝でチャンピオンを獲得している。1970年はマーチから参戦。マーチにはジャッキー・スチュワートが加入すると思われていたが、最終的にシートを得たのはエーモンだった。 第4戦ベルギーグランプリでは、ペドロ・ロドリゲスとトップ争いを展開、初のファステストラップ FL を記録するが、5周目以降は前に立てず、約1秒差の2位でフィニッシュ。これを含め、2位2回、3位1回、4位1回、5位2回の成績で、ランキングは7位。この年も初優勝は叶わなかった。1971年よりマトラに移籍し、 選手権レースのアルゼンチンンチグランプリで優勝を決める第9戦イタリアグランプリでは3年ぶりとなる PP を獲得。決勝では6台による激しいトップ争いの末、a m o が頭一つ抜け出すが、ヘルメットのシールドが外れるという、信じ固い悲運に見舞われ、6位に終わっている。シーズンを終われば、入賞は3位1回5位2回6位1回の計4度であり、 ランキングも9位と低迷した。1972年もマトラに残留し、第5戦ベルギーグランプリ終了時で2度の6位1回 L を記録。続く、第6戦フランスグランプリにて PP を獲得。決勝でもスタートからトップを走るが、20周目にタイヤがパンク。その後、FL を出す走りで追い上げるが3位となり、またしても初優勝はならなかった。 第10戦イタリアグランプリでは予選2位からのスタートだったがリタイアに終わっている。この年の最終成績は3位1回4位1回5位1回6位3回であり、ランキングは前年同様9位だった。前年をもってマトラが F1 を撤退、以後は戦闘力が高いとはいいがたいチームからの参戦が続くこととなる。1973年はテクノから5戦。 ティデルから2戦に参戦したが、入場は第5戦ベルギーグランプリの6位のみだった。フェラーリの中では1974年のドライバーとしてエーモンを再度起用するというプランもあったが、結局実現しなかった。1974年にチームエーモンを設立。オーナー兼ドライバーとして参戦するが、マシンは戦闘力に欠けており、参戦した4。 戦中自体や1回 DNS、予選は通過したが決勝を未走行1回、予選落ち2回と一度も完走できなかった。資金も底をつき、第13戦イタリアグランプリをもって撤退、終盤2戦は BRM から参戦するも最高位9位に終わった。1975年はエンサインから2戦に出走したが、どちらも決勝は12位。 1976年も引き続きエンサインから参戦し、第4戦スペイングランプリでは5位入賞。3年ぶりのポイント獲得となった。また、第7戦スウェーデングランプリで予選3位、第9戦イギリスグランプリで予選6位につけるなど、海チームながら時折存在をアピールしていた。しかし、第10戦ドイツグランプリにおけるニキラダの事故に衝撃を受け、 チームを離脱。第14戦カナダグランプリでは、ウィリアムズから一戦のみ復帰し予選を通過したが、決勝は走行しなかった。結局、この年をもってーモンは、レースキャリアを終えた。引退後は母国に帰国し、家業の農業を継いでいた。2016年8月3日に死去。73歳坊津。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。